はい、はい、おはようございます。おはようございます、はい、こんにちはだけど、はい、今日はアコーディアガーデン東京ベイにやってきました。はい、この練習場来たことありますか？初めてです。なんか広い、すごいね。マークで皆さんに向こう側を見せますけど、向こう側サッカー、フットサル、フットサルで飛行機もバンバン飛んでる、羽田空港の近くかな、はい、はい、なっています、うん、でなんと特別個室を今日お貸しいただいて、ゆっこがなんと、はい、80切りできました。できましたということで、はい、まあその陰にはね、きっとすごい練習が、あったのではないかということで、はい、その練習にね、今日は密着していきたいと思います。わかりました。実はゆっこ練習場の撮影は前火災で、6時間だっけですか？いや、6時間以上じゃない。なんか私が昼行ったのに、9時か10時ぐらいだって。そう、その後にそうやったのね。そうそうそう。一回行って、まだやるからって置いてって、夜の部で違う子連れてきたらまだやってた。そうだそうだ。そうだまあ、あの時からね、ずいぶん上達して、でもあれも多分1年ぐらいの話だと思うんだよね。いつだ、2年ぐらい前かな。違う、分かんない、私も分かってない。はい、まあそこからのね、努力で、はい、まあ80、はい、切れたということで、切れました。じゃあその努力をね、どんなことしてきたかっていうのを今日は聞いていきたいと思います。はい、お願いします。これはスイングチェックがついてますね。うん、すごいですよ。練習場すごい広いです。特別教室めっちゃ端っこなのに、全然開放感あって、あのネットがね、よく端だと気になるんですけど、全然こんな感じで開けてます。全然気にならない、いいですね。素晴らしいね、広い、はい、じゃあまず、まあ、どんな練習をしたかっていうので、まあ、一番やったことは、いっぱいやったけど、いっぱいやったけど、中でもこれは徹底的にやったぞ的なのありますか？大きい曲がりをしないように、やっぱこう リズム悪いとこう、ね、右行ったり左行ったりダフったりトップとかするため、自分の中 の、そのリズムはどういうリズムがいいのかなっていうのはめっちゃなんかいっぱいやって、どのタイミングがいいのかなっていうのはよく探りました。探ったのと、それやってたらなんかあんまり大ミスは減ってきたかな。と、自分の中でのこういうクラブのプレーで打ちたいっていうのもあったから、そういう練習もしたし、今でもたまに今日70代出そうっていう日やっぱあるんだけど、そういう時ってやっぱアイアンとパターがいい。アイアンとパターがいい。なんかドライバーは曲がっててもちょっと曲がっても別になんか間打てる位置があればやっぱグリーン狙えるみたいな、で、あとバンカーもめっちゃ練習した。バンカーね。バンカー入ったら、やばい。そうね。バンカー入ったら3回とかあったからね。そう昔はね。ゆこ出てこないみたいな。バンカー練習はめっちゃして、最近は、ちょっと、素の位置もたまにできるようになってきたし、すごいすごい。可能性が増えてきた。素の位置の可能性が。出るだけじゃなくて、そうそうそう、ちょっと距離感も出せるように。1回出すのも、絶対みたいな。やってたらそんなに叩きしないの。じゃあどんなことやったかやっていきましょうかね。最近は最初はやっぱりそのサンドウェッジでアプローチ練習をちょんちょんってやってからかな。まずサンドウェッジから、はい、 S で、それは S、 これ S です。うん、じゃあまずいつも通りの感じでサンドウェッジちょんちょんみたいな、ちょんちょんって、これぐらいがいいかな。ちょっと重心低くした方がいいよって言って、それしてから良くなった。重心が高いからって。そうそう、ちょっとだけ重心を低く10、あそこの10ね。10にキャリーで行きたい。 OK、あの10ですよ皆さん、見えますか？見えますかね。キャリーで惜しい。いいじゃんいいじゃん。惜しい。アプローチもヘッドにポンポン打つよりかは目標決めてね。おお。
当たったじゃん。ちょっと前当たり前だったこれは高さとかはあんま変えずにやるの、今ぐらいの感じで。今は転がしでやってて、うんうんうん、なんかでも上げる練習とかも下下、うん、やっぱその例えば40ヤードのバンカー越えとか、そう、ね、しかピンって回るやん、うん、それ一番嫌なやつ、うん、嫌なやつはちょっと少し開いて勇気を絞って勇気を絞ってもうなんかもう揺るがない、うん、的なね。じゃああのオレンジオレンジ40ぐらいかなあれ、40ないぐらいだね。じゃあちょっとバンカー越えのイメージでってことね。バンカー越えのイメージで。オッケー。オレンジ狙う。はい違います。はい違います。こういうこともあります。そう。お、いいじゃん。あ、でかい。でもまあまあまあ。サンドウェッジでだいたい70ヤードまでいつもこれで。うんうん。70までの距離は基本この1本で調節してやってるから、いろいろ距離練習してる。バンカーは？バンカーは別か。そう、56度っていうのがあって、サンドの下に56度を入れてんのか。そう。これあの岡山のジクラブ。あ、作ってたね。そう、これバンカーは基本これでやってて、うん、マジ出るの。マジ出る。出るし。この前私自分では見れてないんだけど打ったらあちょっとでかっと思ったの。そしたらその一緒に回した友達がはぁ、あ、ゆっくバックスピンで戻ったよって、マジで見れてなかったけど、見れてないけどらしいです。お戻ってきたってすごい。マジって見たかった。スピンもねかけれるようになってきたっていうらしいです。そんだけ結構開いた感じ。うーん前までは私開いて打ったら絶対にトップしか出なかったからそれだけでも信じて。え、こういう練習場でもバンカー練習するの？なんかイメージイメージでちょっと開いてカットで打つみたいな。球が上がればいいかな。56度。お、いいじゃん。大きいけどね。大きいけどね。こうやってこれで球を上げる練習。そうね。これできたらなんか別バンカーでも全然怖くない。うん。いいじゃん。よき。よきじゃあサンドで、うん、今せっかくサンドやってもらってたから、うん、その距離の内訳、うんうんうん、まあ結構70ヤードまで打つって言ってたじゃん、うんうん、どれぐらいの感じで自分でやってるか、うん、ああ。完全にもうこの辺かな。この辺かな。自分のやつがあるのね。そうそう、あって、まあ、フルスイングで多分70ぐらい、うんうん、例えば50とか気持ちは多分こんなうん30どれぐらい。30は30とかね、上げれないんですよ私上げたいけどね怖い。低くなっちゃう。30は結構低めだな。もういいじゃない。ちょっと大きいけど、でももう自分の中でさ、大きいとか分かるんだね。昔はさ、分かんない。なんか落ちて初めてあれ大きいみたいなさ感じだったけどさ、今はもう打った瞬間にあ、大きい。今大きかったね。多いんじゃない。うん、うんじゃあ次50。50はそこです。お、いいじゃん50、うん、あ、まあまあいいんじゃない。次60。その先、その先あれ甘くない。ちょっと短い、うんでもこれは振るよりちょっとあれなんだよね。まだちょっと短い。お、いいじゃない。悪くないよ。お、いいじゃん。横横練習 OK。 しかも、あ、これ計算使ってちゃんと測ったりする。あ、練習場で。練習場で、えー
じゃあちょっと測ってみる。果たして黄色いやつ100かな、うん、あれね、黄色いやつ、黄色オレンジ60、50、90ぐらい、80か。この後ろが100かじゃあ、うん、はい、じゃあゆっこ、今、はい、ウェッジ3度、うん、3度の練習が終わったので、うん、質問というか、まあ、結構コメントが来てるんで、はい、読んできます。はい、まどかさんからです、はい、ドライバーとパター以外のクラブで、うん、どのクラブの調子がいい日にスコアメーカーがうまくできますか。飛ばすクラブですか、狙うクラブですか、寄せるクラブですか。さっきも答えてもらったけどね、お使いのクラブと合わせて答えていただけると嬉しいです。はい、そのパー3は絶対パーで上がりたいっていうのがあるので、私好きなアイアン9番が好きで、うん、9番アイアンが好きで、だいたい115くらい、9番でね、9番で、やっぱその9番の調子いいとなんか今日いいな、うん、その好きなクラブがちょっと調子悪いと、あ、今日ちょっとダメかもしれない、うん、とか、あとその70ヤード以内がこういい感じにピン方向に行ってる日はこう、まあ、ボギーは硬い、うん、ボギーもそう、ボギーでバードってバードってみたいな感じを繰り返すと70台が見えてくる。やっぱ結局はボギーはね、あるから、ね、あるから、そうそうね、うん、70台出るのもボギー全然ある。ダボあった、70台その日ダボはなかった、ボギーだっけ、ボギー、おー、うんうん、バーディーあった、バーディーは1回だけあるの、おー、そう、じゃあパーが多かったんだね。そう、後半が前半40で後半36で回れて、おそう、ワンボギー、ワンバーディー、おお。でもパット数があったの13ぐらい、パットがやっぱ見てよかったんだ、パット見てよかった、そう、バン、リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月、10月のリンゴルフオープンはこちら、左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした。100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくるのでぜひ応募してください。はい、バイバーイ。